大越式全書聖和本の表紙競合、本大越式全書大萌式全書は、ベトナムで編纂された漢文による、変年体の歴史書である。1479年に、霊長の皇帝であるはじむ聖従の時代に、呉市連によって編纂された。1272年に、陳朝のはじむ文宮が編纂した、大越式、1455年に、 半間こと先が編集した式俗編を元にしている。建国神話から十二四君の乱までを記述した、激前書五巻、968年の定調の建国者である、ー武寮の即位から1427年に、明朝の支配が終結するまでの時代を記述した、本義前書十巻の計十五巻からなる。呉市連が、大越式前書を献上した後、返者不明の、 本義実録6巻、1665年の藩、公著による本義続編3巻が編纂された。1655年に藩公著は、クレシレンが編纂した15巻に本義実録と本義続編の9巻を加えた24巻を大越式前書として編集したが、版譜には至らなかった。1697年に、はじきが、 本義続編追加1巻を加えた25巻を出版、はじむきの昭和本が現存する最古の漢本である。その後も、令長末まで編纂が続けられ、1675年、以後の歴史を記した、大越式続編という写本が数種存在する。昭和本、西山城、影森八年漢本、現朝の笛国古漢復刻本、菊田俊明皇帝鉛活字本。 東洋学文献センター競合本の5種が現存する。20世紀末までは引田本が通行本として使われていたが、1972年より陳慶和が競合本の作成に着手した。1978年8月、コレージュ・ド・フランス教授ドミエビルが所蔵する15冊の漢本が最も古い版と判明する。 ドミエビルの漢本を元にして1984から86年に東洋学文献センター校学本が出版され新たな通行本となった。クレシレンが編纂に取り掛かった経緯については訓明によるものか自発的に編纂を試みたのか判明していない。丁朝建国前の中国王朝の統治下に置かれていた時期は主に史実眼などの中国で編纂された秘書の記述によっているが 独立王朝建国隠後の記述はベトナムで、編纂された資料も参照されている。ありがとうございます。